野村文雄野村文雄明治24年10月27日は、幕末の広島藩の武士、後、明治政府の官僚、後ジャーナリスト、自由民権活動家。議帰り風刺雑誌、〇〇沈文、きび団子を発行した。陽名、虎吉、通称、文雄文貴、文八1842年から1872年まで、村竹の養子でいた。 五にアメソー、スラレウ、秋の人。広島藩の眼下の藩位、野村忠し博士の子に生まれた。長兄に、正さがいた。1842年、藩位、村田直文の家を継ぎ、後、直文の娘、タズと結婚した。広島藩工学文書にて、藩主来一案に漢学を学んだ後、1855年、尾形公安の敵塾に留学して、 乱学、医学を治めた。藩から学士を支給され、修学延長も許されたが、1862年公安が、江戸へ出資するに及んで、広島へ帰り、学問所教授に就任。また藩主浅野朝野長君の蒸気船の購入に、長崎を往復した。1864年、蒸気船の修理と、英学学習とに、長崎を再放した。 翌1865年、グラバーから借金して、非前藩士、石丸康よ、真渡八郎と共に、英国へ密出国し、グラバーの故郷、スコットランドのアバディーンで19ヶ月勉学してから、各地を回り、パリ万博も見て、1868年長崎に、帰着した。広島藩は、密航を尖めず、洋学教授職、洋学校教官、技術書議員、 医学係教授などに航空した。1869年、西洋劇ロクを出版した。1870年秋、広島藩から明治政府に推薦され、山尾洋蔵の目に泊まり発足したばかりの工部省に出資。測量市長コリン・マクベインと測量助研工学助の松尾達五郎の下で、測量研助研工学ゴンスケを務めたが、 科学技術には疎かった。1874年1月測量士の内務省委官に際し、測量生の河野通信が辞職したため村田が公認として昇進。全国三角測量事業をめぐり、内務卿の大久保利道、測量市長のマクベイン、大俗の小林和との三社の板バソに会い大変苦慮した。病気療養を理由に留守にすることが多く、16位。 後藤出資の1877年発、遺岩退職した。世の継承としてのジャーナリズムの重要さは、西洋劇記魅力の一節に説いたことだった。文雄は退官の翌2月、神田木島地町、村田和と離婚して、野村生に戻り、塩田八重と再婚した。1882年立憲会新党に入党、島田サブローラと自由民権の演説に回り、 1884年に立党した。1889年、日本新聞の発刊に参画し、木地町の自宅を日本新聞社に譲として、小石川区音羽町に転居した。東京声優会を設立した。旧藩主、浅野長則谷田敵、三浦五郎、杉浦重武らの日本クラブに参加した。1890年、八0と離婚した その翌年の秋、食道癌のため没した。墓は、ソメイ霊園にある。江川義夫著、広島県一捨て38ページ、ハットリーと品が、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧22ページ。ありがとうございます。